てきます。ヘリが降りてきます。風圧に注意されてください。今回は地元の消防団の方々に紛れて自衛隊のヘリの搭乗訓練に参加させていただきました。貴重な映像をご覧ください。搭乗者は事前に緊急連絡先の届けを提出、もしもの時のための識別番号の札が配布、首からかけるよう指示されました。さっきの映像からも分かるようにヘリはすっごい音がするのね。だからヘリの音から聴覚を守るため、搭乗者は全員ヘッドホンが配られます。中に入るととっても印象的だったのが、座る椅子がキャンプ用品みたいにすっごい軽い素材でできてて簡素だったってこと。シートベルトを外して立っていろいろ見て回っていいですよって案内されました。旅客機で見る救命胴衣がそこらかしこにぶら下がってる。みんな飛行機乗ったことないのかなってくらいに上空からの景色に釘付け。後ろ見えるかな。後ろね、ドアないの、丸開きなの。ほらね、景色見えるでしょ、丸開きでしょ。こっちは窓になってて、窓が球体になってる。優しい自衛官の方がジェスチャーで丁寧に教えてくれました。球体になってるからここから上も下も見やすい。
自衛官さん命綱つけてるよ。機体とがっちりつながれておる。こっちもね、私の座ってるすぐ横、窓ないの。窓ないから風がすごい、もうバー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 来てるよこれ。ここからパラシュートとか背負って降下訓練とかするんだって。ここから飛び降りるんだよ、すごくない？それにしても徳之島は空から見ても本当にいい景色です。からヘリから降りてきました。今日本当に貴重なですね、この搭乗の訓練ということで、ヘリにこの今ですね、この停止しようとしている飛行機ヘリなんですけれども、孤立集落とかした場合の災害の訓練ということで、貴重な経験をさせていただきました。乗せて乗らせていただいた時に本当にびっくりしたんですけど、ここもう窓なくてそのまま開いてて、この本当にびっくりしたっていうね。徳之島三町合同の防災フェスタで南西方面自衛隊とヘリも来て、普段は体験できない防災訓練でした。ヘリにもこんなに近寄って子どもたちも触ってみたりもしていました。編成のバンド演奏もあったよ。ここまで見ていただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録もよろしくね。またねー。